はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今塾 TV、今塾ホットライン、今週も始まりました。で、この番組はですね、福岡県福岡市西区の今塾から放送してます。で、毎回今塾の情報を取り上げて、今塾についてもっと知ってもらおうという、そういった番組です。今塾の美味しいお店や、今塾で頑張ってる企業さんなどを取り上げて、もっと今塾について知ってもらいたいと思います。で、毎週水曜日の、20時から21時まで、こちらユーストリームで放送させていただいております。はい。ということで、半ばちょっと恒例となりつつある、本日のコンテンツとして、こちら。じゃん。今塾 TV in まこっちゃん、今塾で頑張るサークル、クラブ活動を紹介します。はい。ありがとうございます。はい。それでは、本日の。ということで、前回バスケだったんですけど、今回は空手ということで、はい、こちら。聖豪館今津道場の、皆様が、見られております。はい。よろしくお願いします、今日は。よろしくお願いします。で、いつも僕が画面の中に入ってるんですけれども、ちょっと今日は、あまりにも人数が多いということで、ちょっと画面の外に出ていろいろおしゃべりしていきたいと思います。これ多分、こんなに集まったの初ですよね。はい。今塾TVC で。はい。それではこれ。はい。でですね、ユーストリームで放送させていただいているということで、画面右のですね、ソーシャルストリームの方から、Twitter、Facebook、Google、プラス、Mixi のアカウントから、チェックインして、書き込み、質問など、どんどんしてください。で、それに対して、余力があれば、答えたいと思いますので、はい、ぜひ、見てる方は、意見なり何なりを、どしどしください。はい。ということで、はい、それでは始めましょう。始めましょうか、はい。ちょっとこんなに人数が集まってるんで、ちょっと僕たちもテンパってるんですけど、はい。はい、とりあえず自己紹介でしょうか。はい。それでは、先生から、よろしくお願いいたします。はい、はい、大丈夫ですよ。はい。聖豪館今津道場の監督をやっております池と申します、はい。監督を始めて7年ぐらい、いつも厳しいながらも愛情を持って空手を教えてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。はい、まあこれを見ますと、まあ40年間。歴史がある道場ということで、ものすごくこう古いですよね、はい。そういう意味では、ここに書いてありますね。世界チャンピオンとか、全日本チャンピオンを生み出した伝統ある道場です。毎年全国大会に、小中学生を多数出場させているという、非常に歴史ある、空手道場の、舞台です。はい、じゃあ。ね、これ成績を見ようか。なんか成績が、うん、ちらっとこちらなんですかね、専用の PTA 新聞ですかね、はい、こちらの方にちらっと載ってたんですけれども、はい、中層体と中分連ですか、中分連大会ですかね、そちらの方で入賞されてるということで載ってますね。これですよね。はい。ですね。空手の方だね。空手の方で、はい。福岡県の中学校空手道大会、九州中学校空手道競技大会、全国空手道選手権大会で、それぞれと入賞された方がいるということで。今日はその入賞された方が来てるんですかね。ちなみにどなたですか。ああ。おお。はい。お名前いいですかね。はい、中学3年の矢藤ジャミです。はい。中学2年の矢藤ジャミです。ちなみにどういうので、なんか型とかなんかあるんですね。説明していただけますか。はい。型の方でベスト16で、はい、団体組手の方で3位に入賞しました。すごいですね。この大会で団体で3位になりました。ってことは、日本で3番目ですね。あ、すごいですね。はい。
でも、もう一人の方は、あ、一緒。あ、一緒です。あ、団体なんでね。あ、すごいですね。もう、全くね、我々多分空手とか全く分かんないんで。全然ですね。その辺がちょっと分かんないんで、まず、先生、まあ、空手といっても、例えばどういうものなのかとか、すみません、何かこう分かりやすく、まあ、説明というか、していただけますかね。まあ、場合によっては途中、交えて、もう肩とか、なんか、まあ、ちょっと狭いですけど。なんか、勝手なイメージなんですけど、はい。殴るんですよ。種類、競技は種類が2つあって、はい、まあ、戦う方の組手と、まあね、技を披露する方というのがあって、で、まあ、組手は主にも相手とマンツーマンで戦って、ポイントを取るというのがあるんですけど、肩はとにかく自分の技の強さとかを表現して高い点数を取っていくという場合です。え、その初めの方の戦うっていうのは本当に拳を交えるというか、はい、そうです。やってるんですか、戦ってるんですか。はい、うん、どっちもやるもんなんですか。でその後者の方はアクロバティックなことをやって、いかにすごいことをやって回し蹴りとかなんか、なんかこう面をかぶるやつなんですか。なんかあ、なんかこうかぶりますよね。そうです、組手のが組手、うん、やはりさすがに何も被らないっていうのは危険だっていうか、ね、練習ではあります、ね。ああ。やっぱりもう慣れさせるためのはある。試合はしっかり目をかぶる。多分ね、山口君知らないと思うけど、僕らの世代は大山マッサスの、空手ばかり時代の世代なんで、もう熊殺しの大山って、極真というイメージがあって、で、何かこう、寸止めだったりとかなんかするって聞いてるんですけど、はい、当ててはいいんですか。基本的に寸止めなんですけど、あ、やっぱり寸止めで。軽く相手にスキンタッチ。実際はやっぱちょっと当たるんですね。当たったから反則っていうわけでもないし。当たりすぎたら反則なんですけど。当たりすぎたら。あ、技が入ってダウンしてどうのこうのってわけではない。っていうわけではない。K1 ではない。K1 ではない。これってでも、なかなか難しそうですね。すごい、確かに。ね、ちょっとちょっとね、興奮っていうか、エキサイトすると、ちょっとこう出ちゃうとかね。それを冷静にしながらやるんだろうから。子供たちもエキサイトするんですけど。応援する保護者さんとか私たちもエキサイトするんです。なるほど、なるほど。はい、そしたら、ここで、ちびっ子たくさんいますので、はい、一人一人自己紹介してもらいましょうか。それと、さっきの先生に聞いたんですけど、まあ、そう、型と組手ってあるんですか。まあ、特に型なの、まあ、そういう何か、それも何が得意かっていうのを、まあ、含めて、お名前と学年と、得意な組手を見て型を言ってもらえますか。じゃあブルーの子から順番に。小学5年の北原そうです。得意なのは組手です。はい、はい、どうぞ。小学4年の山口朗希です。得意な棒は組手です。小学4年の木原亮です。得意な方は組手です。はい。小学6年の野党女子ストです。好きなのは肩の組手です。はい。小学3年の山口修一です。得意な方は肩です。はい、はい、じゃあ、はい、中学1年の北原海斗です。得意なのは肩と組手です。はい。小学6年の井上椎名です。得意な方は組手です。はい。中学2年の東海です。好きな方はレモンです。はい。中学3年の東海です。得意な方は組手ですけど、肩も一生懸命頑張ってます。はい。
ちなみに先生は組手が好きです。組手ですか？肩やばい、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 いろいろ言ってますね。なんか組まれたら大変そうなんだ。肩が下手くそだって。肩はあのもう一人コーチがいるんですけど、あの池亜希子というのが肩をメインで教えてます。はい、私は組手メイン。肩っていうのはもうだから一人で組む。一人でこう相手がいないでこうする、はい。組手っていうのは必ず相手がいる。相手がいて。いう感じなんですか。はい、ああなるほど。あ、僕そう同じイメージが肩でやってることを人にやるのが組手ってわけじゃない。ちょっと違います。ちょっと違います。やってみる。お、誰かちょっと。なんかちょっと どういうのが肩で、まあどういうのがちょっと喋ろうかな。やってもらいましょうか、実際に。こういうのが肩で、こういうのが。僕、正直、初めて。すごいですよ。誰かちょっと。じゃあ、まず、肩をお願いします。なんか。ちょっと触りだけ。はい、ちょっと狭いですので。狭いです。はい。めっちゃやっちゃうけど、普通通りやってる。普通通りやってる。おー。うわー、すごい。うわー、すごい。よかった、娘じゃなくてみたい。はい、すごいね。ちょっとあの小学生の方はどんな風になるんですか。小学生の方。わー、すごいね。わー、すごい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 。わー。はい。これは先生、ちなみにあのこの肩はやはり、なんかわからないけど、やっぱ冷えとか、やはりその、やっぱりその、基本通りやらなきゃいけないことをいかに美しくっていうか、そうです。やっぱそうなんですか。立ち方とか、あ、受け、突き、蹴りをとにかく基本通りしっかりやった子がやっぱり上手になります。それでいわゆる、まあ、点数制というか、審査員が入れて、その点数はやっぱり100点満点。そうですね。ちょっとある。審査員が5人いるんですけど、5人で、あのちょっと半端なんですけど、7.5 を基準点、7.0 を基準点として、それからプラス点があったり、マイナス点があったり、だからちょっとイメージとしてはフィギュアスケートみたいな。ああ、なるほど。で、それで合計点を競ってっていう感じ。ああ、なるほど。すごい。その肩が上手い人が、その組み倒した時も大体強いんですか。やっぱりしっかり基本をやってる子は強いです。なるほど。ちなみに組み手の触りとかできますか。触りできるんですか。幅が伸びられそう。そうくん、そうくん、そうくん、怪我しない。はい、その液晶テレビ当たらないよね。シーナちゃんの感じだけど、後ろ足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 後ろ
これはちなみに、何をするんですかね、一応。はい、足技で回し蹴りをします。足技で回し蹴り。なんか怖っ。ちょっと、じゃあ、回しと後ろ足と。はい。どっちかって気合いで。じゃあ、最初、最初に。はい。はい。こんな感じです。うわあ、すごい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 。手を叩きたいけど、あのカメラ持ってるから。ああ、すごいすごいすごい。はいはい、もう見せてください。今のはお腹ですか？お腹に入れたの？あ、上に行きましたね、最初。上は顎っていうか、顎の下。はぁ、すごいね。これ今日ね、広いところでやってこうずーっと中継したかっただからね。あー、これを、あー、なるほど。なるほど、なるほど。ごめんね、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは元に戻して、また、またに、ちょっと、元に、戻ってください。はい。はあ、なんかその友達とかとその喧嘩をした時とかあ、どうなんですかね、実際そのようなことは。いけないですね。出しちゃうと。犯罪になるんですか、ね、犯罪になるみたいな。これどうなんですか、ね、彼女と一緒なんですか、ね、子供もそうなんです。それ対象なんですか、やっぱり。もう自分からは絶対手を出しちゃいけない。正当防衛なら OK。全然防衛できますよね。正当防衛のための空手なので。ああ、なるほど。自分から被害を加えるっていうのは絶対にしてる。じゃあ相手がなんか来た場合こう避けたりこうするのは OK だけど、まあ避けてこうやっちゃう基本は、まあ、ああなるほどなるほど。ああ。なるほど。どこまでなんですか。その。よし。あんま聞かん方がいい。喧嘩した方がいい。いやじゃあほとんど分かってるから喧嘩しないやろ。てかもう、周りの人怖いでしょ。当てられたらやりたい。でも、その素人の蹴りと、ね、プロの蹴りが、それは俺は違います。もうそのか、だって片目、その前に威嚇行為でね、あれやられたらもう、ごめんなさい。誰もやって小学生とかでもですね、ものすごい鍛えてるので、はい、普通の小学生だったら多分一発で泣きます。ですよね。泣くことは多分、折れちゃうやん。折れちゃう可能性もあるんですね、骨も折れたり。下手したら、これも貸す。僕らでも結構大人ですけど怖いですよね、今の見つかるから。いやもう本当さっき言ったように息子のせいじゃなくてよかったですよね。まあ、あんなにやられたらね。どうなんですか、もうなんかその空手を始めたきっかけって何なんですか、ね、どういうきっかけが多いんですか。私はですね、はい、父がやってたので、あ、それの影響でっていうのはあるんですけど、やっぱり最初はなかなかその乗り気じゃなかったというのもあるんですけど、やっぱり続けてはよかったなと思います。きっかけとしてはやっぱり兄弟があと2人いるみんなで一緒に、皆さんはどうなんですか、どういうのがきっかけで、お母さんとやってもらったとか。空手を始めたきっかけ。なぜか、強くなりたい。ああ、なるほど。お姉ちゃんがやってたから。あ、お姉ちゃんが。お姉ちゃん、ここいるの、はい、あ、お姉ちゃん。ああ、なるほど。弟がやることに関しては、別に何もなかったですか。何もわからない。だから2人の将来喧嘩が激しそう。でもこれってさ、
まあ、まあ、そうか。お姉ちゃんがやってて、男の子がやるっていうのはあんまりないかもしれない。他の競技だったら。意外とですね。意外と。だから、これ独特かもしれないね、体とかいうのは。ねえ。なるほど。一番弟で、あの二人がお姉ちゃん。二人がお姉ちゃん。二人がお姉ちゃん。あ、三人ですか。おー、すごい。ああ。三人兄弟ですか。いや、七人兄弟。七人。あと下に四人いるの。それともまだ間に。下に一人いて、上に三人。あ、そうですか。七人とも空手をやってるわけではない。じゃあ、一番強いのはじゃあお姉。やっぱりお姉ちゃんの喧嘩はできないよね。したことあるけど、負けない。した時は、こうやってやって、本当に蹴り合ったりとかする。すごい。多分、この原因を今ず、今宿地区で一番激しい兄弟喧嘩ですよね。ねえ。もねえ、すごいですね、本当。はい。理由は？友達がやっていて、紹介されて。紹介されて。なんか。保育園の頃から。いいね、なかなか。発見して。ねえ。あ、そうですか。はい。お姉ちゃんがやってたからやってて、はい、あと、心と体を勉強してた。はぁ、すごいですね。すごい。井上さん、素晴らしい子たちばっかりですね。ああ、もう、二人を育ててくれてますね。いやー、これもう、小学生のコメディじゃないよっていう。はい、素晴らしい。はい。空手を見て楽しそうだったから。ああ、ねえ。空手を見て楽しそうに思えた。あの動きが。すげえね。はい。友達から紹介されてやったり、強くするために入りました。素晴らしいですね。お父さんに勧められて、やってるちゃんとの楽しみを求めて入りました。お兄ちゃんがやっていた。なんか目標を見つけ、その目標に向かって頑張りたいと思うから、今ちょうど、中学生ぐらいになると、やはり今後は、高校とか、進学にあたって、やはり、大概は、高校でまた、そういう、なんか強いっていうか、そういうとこに行くっていうか、続けられる子は多いんですか？あはは。目標が、全国優勝で、やっぱり、いろんな高校からお声掛けいただくことはあります。やっぱり、空手を続けたい子もいるし、自分の他の目標に頑張りたいっていう子もいるので、それは応援してますね。どうです、その空手を始めて、なんか親御さんとか、なんか周りの友達とかの反応というか、それか初めて何か変わったこととか、自分でこうなれましたとか、お母さんが優しくなったとか、うれしくなった。こうなんか、友達がなんかなかなかこう打ち切り自分のことを言えなかった方がすごい、しっかり自分の持てるようになったっていうので、私から見てはありますね、今まで。なんか友達とかなんか言わない、かっこいいから空手をやってよかったこと。相手が喧嘩してこなくなった。ああ、でもその方に知られると濃いよね。本当はい。良かったことは？空手をやって全国優勝とか目標が持てたのが。喧嘩の時に一発で仕留められるように。一応正当防衛で行ったと思う。心と体も伝わったし、友達との関係も良くなったから。ああ、ね、ね、体力が体力がすごい力がついたから良かったです。はい、はい
空手を習う前はいつもみんなの前では恥ずかしがっていたけど、空手を始めてみんなの前で自分のことを言えるようになりました。強い心が持てるようになったし、友達とも関係が良くなって、いっぱい友達が増えました。目標が持てて、自分の高校行きたい高校とかも選べて、で友達が、あまり仕方ってこない仕方ってこない大会とか遠征が多いので、それで家族とか空手のチームで一緒に遠征とか行って優勝した時の喜びとか、2回戦で負けた時の悲しみとかみんなで分かち合えるっていうところがありますか。はい、今聞いてみて思いますけど、本当に多分やっぱり空手を通じてやはり心身ともに鍛えられることによってやっぱり強くなるっていうのは感じますね。やはり多分あの型っていうのはやっぱり人の前で表現することだから、やっぱ恥ずかしがったりね、内気だったりする子がやっぱりそれがやっぱりその多分頭いいんだろうね。ですね。ね、ゴーばっかりですか。ねえ、ちゃんとはーいってちゃんと手挙げて、あの先生から言われたって挙げてちゃんと答えてますか。それ気に入ってるんですよね。気に入ってるんですよね。帰ってお父さんお母さんが怒られるかもしれないけど。ああ、そうですか。あ、たくましいね。俺はすごい。そうだね。ちょっと聞いてください。まあ、生徒さんのみんなから見て、先生はどうですか？あ、怖いですか？はい。優しいですか？厳しいときもあるけど、楽しいときもある。プライベートとかで遊んだり。やっぱ叱るときはこうしたら。それは、ね、それはジャブ程度ジャブです。なるほど。ね、でも、はい、人格が変わるぐらい厳しく怒るんですけど、怒った後にはちゃんと愛情を持って進むねえ、本当に子供目線でね、見て、はい、一人一人指導してくれるよね。子供がみんなついていってますよ。そしたら一人一人ボードにさ、はい、そうだな、先生にまず夢とあれを書いてもらって、あと一人一人目標を、まあ、口で言ってもらおうか。先生、今後の目標、まあ、目標を全体の目標、個人的な目標を話せんの。みんなは一人一人、はい、目標を、口で言ってください。口で言ってください。今年の目標っていうかね、まあ、例えばその、優勝するとか、はい、具体的にお願いします。ちなみに空手のその、この九州とか福岡とか含めて、盛んなんですか。大体は。それがどこの県が結構盛んとか、例えばそういう、例えばバスケットとか結構福岡で全国的にそうじゃないですか。だからそういう意味では。鹿児島、宮崎がやっぱすごい盛んなんですよ。で、やっぱり九州は盛ん。九州盛んですね。この辺の北は北海道から関東が全国にはあって。流派もいろいろあるんですよね。じゃあ毎年やはり全国大会では九州のチームが優勝するっていうのはあるもんなんですね。そうではない。全国はやっぱり難しいですね。楽しいですね。はい。はい。あ、書いていただけたそうです。はい。ちょっと見ましょうか。はい。見ましょうか。山口くんちょっと読んで。それでは。はい。はい。どうぞ。はい、目標は、2個ありまして、全国優勝っていうことと、礼儀正しくたくましい子供を育てる。素晴らしいです。これは全国も、型も含めて、型も組みてもと。どちらもです。
過去に聖豪館今津道場の成績っていう意味では過去はどうですか？今までの中で。最高なので全国3位。あ、全国3位。3位の大。ああ、全国大会は優勝しました。優勝しました。さらりと、さらりと言っちゃいました。一名大会、一名大会したけど、公式の本当の全国大会っていうのは優勝したことがないので、それで優勝できるようには辛いです。なるほど。一番ビッグイベントがあるんですけど、それはやはり夏なんですか。春夏です。春の全国大会、夏の。もうそれは今年はもう終わったんですか？春は。あ、もう皆さん出場するんですか？この2人が。中学生しか。なるほど。ね。なるほど。もう。優勝を目指して3月の何日からですか？28日から30日まで。場所はどこであるんですか？北海道。札幌かなんかですか？北広島。ああ、これが北海道だと。すごいな。じゃあやはり全国大会ってことは言ってるから、やはり、まあ、なんていうの、顔なじみの選手じゃないけど、やっぱりライバルがいるんですよ、やっぱりね。やっぱりそこを破らないと、ね、あ、これ素晴らしいですね、どんどんと。はい。それと、やはり、礼儀正しく、たくましい子供を育てると。ね。もう、とりあえず、しっかり相手に対して礼儀ができること。礼に始まり、礼に終わるので、道場に上がるときは絶対に靴を脱ぎっぱなしにしないとか、靴を揃えるとか、最低限の礼儀ができるような楽しい子に育てたいです。いやもうね、今大人的に見てて、通常ね、小学生がいるとなかなかこうね、静かに言いたいけど、ちゃんとやってますね。そうですね。はい、はい、じゃあ、そろそろ時間もあれですけど、今後の目標を一人ずつ、今年の目標、まず何でもいいです。空手でもいいし、勉強でもいいです。目標を言ってくれますか？どんな大会でも優勝です。はい、あ、素晴らしい。はい、いろいろな大会で肩を組んでもダブル優勝して、全国大会でも優勝したいです。はい、全国大会で優勝したいです。はい、まだ一度も現状という全国大会で優勝したことがないから、優勝したいです。はい、全国大会でダブル優勝したいです。ダブル優勝したいです。はい、全国大会で優勝したいです。はい、全国大会で優勝したいです。はい、まずは今度の28日から山梨で優勝して、いろんな大会でも優勝していきたいです。はい、浜梨杯で W 優勝して、サマートの7月にある全中で団体も個人も優勝したいです。はい、多分これでもし優勝とかあると、よくある監督の胴上げとかあるんですか、空手っていうのは。そういうのはあるんですか、空手っていうのは。あんまりないですか？ないですね。ああ、そうですか。でもね、先生、含めて指導者の方を、に報いる意味でも本当に皆さん頑張ってください。はい。はい。はい。ということで、これもね、募集の最後にですね、こちら、空手の生徒さんを募集されているということで、よかったら先生、ちょっと持ってもらって、受ければと思います。今、うちの方で、生徒の募集をかけています。ぜひですね、もう心を強くしたいとか、体を強くしたいとか、何か目標を持って頑張りたいとか、そういった子たちがいれば、ぜひうちの方に来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、練習はちなみにどこで？今津小学校です。の体育館でやってます。毎週火曜日と木曜日ですね。火曜日と木曜日ですね。はい。はい、6時から8時半。はい、
まで。ただ、9時までやってます。はい。お問い合わせ先は、全部来ます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ということで、今週は聖豪華今津花手の教室の皆さんが来てくれました。で来週も通常通りこちらユーストリームで20時から21時まで放送していきますので、ぜひ見てください。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。